うしてももうついてしまって、そういうイメージだけじゃないフレーズでもあったはずなんですけどね。なんかコンサートライブだとかの、コール&レスポンス、お客様を煽ってね、応えてね、ステージ上でやったりとか、なんかそういう煽り、いい意味での煽りっていうのがもう全くもう伝わらなくって、もう今ではもう嫌なイメージ、日本語は変な伝わり方をすることが時にあります。勝手に言葉が成長するというかね、貴様もそうですよね。あなた様、もう貴様というと貴様なはずなんですけど、なんかいいイメージじゃないですよね。呼び捨てにするイメージみたいな、貴様の話じゃないんですけど煽り運転、まあ間違いなく思うのは煽る方が悪いんですよ。
ートマチックなんだったらね、瞬間的にグッと来ちゃうんですよ。クソッと思ってね、なんか追いかけようとしたりね、何ですか、車間距離詰めて走るなんかも、煽り、本当にね、厳罰に処されたらいいと思いますけど、怒りが沸点に達してしまうのが早い人は、オートマチックなんで、怒りもアクセルグッて踏んだらもうグッて行ってしまうから、マニュアルに乗ればいいんですよ。70に乗れば1速から5速まで上がるまで時間かかりますから、本当おすすめします。今のその高齢者という方々は皆さん昔
するっていうことがいかんともしがたく鈍くなってしまうのは否めないのだけだと思います。うまいんですよ、もともと皆さん。ただブレーキだと思ってわって押した時にそれがアクセルで、踏み続けてるのに止まらないっていうのが大体の事象だと思うんですけど、怖いのは今この運転の簡単な、いや、もともとねマニュアルからオートマになった時も運転がすごく簡単になったんですよ。よくなったんですけどね、よくなりすぎたがゆえに今度はって話で、その今の若者20代30代運転し始めてから分かりません、これから先30年後高齢者になった時に、40年後高齢者になった時にもうハンドルとアクセルブレーキを自分で操作するっていうのは本当に難しいと思います。ですよね、本当に。で時々ですけど私もラパンとかね乗るともうすごい簡単にスピード出ますんでね、怖いですよ。昔 400cc のバイクを乗ってたんですけど、400cc のバイクより原付の方が怖いですから。でこれだけですもんね、ドーンと。なので踏み間違い事故をねなくすために安全機能をよりってなっていくと、どんどんね車は機能はね充実していくことはいいと思うんですけど、車の機能がどんどん充実していくっていうことは人間のできることが減っていきますんで、運転技能能力っていうのは明らかに確実に退化していくと私は思います。なので、正解があるとすれば、ランクル70に乗るということですね。それしかないな、70じゃなくてもいいけど、マニュアル車、踏み間違ったところで演奏するだけです。本当にそうしないと運転免許、今は返納とかでしかないんですが、30年後、自分で運転する方の免許証と、もう運転はオートマチック、運転からオートマチックっていう免許証、そういう風になってくるんじゃないでしょうかね。自分で運転する時代が来なくなるかもしれない。自分で操作する時代がもう今来てませんから、自分でハンドルも、握らなくて済むような、やっちゃえな時代が来るかもしれないですね。運転したい。